ここはパルルン。こんにちは、パルルンだ。イエーイ。新大久保に来ました。ずっと来たかったんです。YouTube で新大久保。今日の目標は？今日の目標はできるだけみんなが YouTube で食べてないであろうものを食べる。見つける。見つける。だって多分みんなチーズハットグとか、はい、チーズボールとか食べがちじゃないですか。はい。だから新しいグルメを見つける。最新新大久保。ホットグとハットグは食べない。食べたいけどやっぱりかじゃ行こう。え、なにこれ。専門店イカ。でも今日食べ歩きだからお店はあんま入んないようにする。あ、飲み物あったよ。タピオカか。タピオカは全然飲んでないな。タピオカは普通すぎるよね。タピオカ、まあ一番ド定番だったんですか。なんかみんなが飲んでないやつ飲むんですよね。みんなが飲んでないやつ。もうこういうのもうこういうのでいいんじゃん。喉乾いた。マノキンパ。チキンがあるわ。トッポキもあるし。ここキンパ屋さんなんだ。じゃあキンパが美味しいんだ。私はこのシーチキンのキンパが一番好きです。いや、これはもうみんなさ食べてるじゃん。行きますか。ちょっとパス。うわ、これ見た。 SNS ですごくない。食べたらすごいお腹いっぱいになるね。これ食べたらもう終わりみんなこういうのは食べないんじゃないですか。おでんとか。揚げおでん私食べたことない。ないね。山賊。揚げおでん食べてみたい。ちょっと普通のおでんはねよく見るけど、これ行ってみよう。でもさつまいもボールもあるよ。チーズボールじゃなくて。でも揚げおでん行ってみる。おお、あー来た。ありがとうございます。おお、1品目、揚げおでん。普通のおでんは食べたことあります？韓国の。あります。揚げは？ない、見たこともないです。いただきます。うん、ジャンキー。なんかなんだこれ美味しい。美味しい美味しい美味しいけど同じ味だね。チーズハットクと同じ味付けだから。チーズがあるかないか。いや、形とかも違うし、なんか多分材料もコンセプトも全然、なんかお好み焼きみたいな。いや、あ、まあ確かに、うん、無理があるな。無理がある。ちょっと小路さんがうまいこと。ソースの味がダイレクトに。美味しい。美味しい美味しいですよね。美味しい美味しい。でもそりゃケチャップとマヨネーズでまずいわけがないんだよ。揚げてあるっていうよりか密かに揚げてるおでん。おすすめ度は星。まあ2。違うんですよ。沖縄とか北海道から新大久保に来ましたみたいな初めて、はいはい、でこれ絶対食べた方がいいよって言うかって言ったら言わない。いや言う言わないから。美味しいけど。星3つのうちいくつでしょうか。そうなってくると
0.8。 絶妙ですね。まあ一品目なんでね。うん、はい、これはね、新大久保よく来るよみたいな人にはいいかも。あ、なるほどね。だってこれ、うん、韓国に売ってんのかな。確かに韓国の皆さん、これは売ってるのかコメントで教えてください。あの視聴者層が日本の次韓国なんですよ、はい、だから教えてほしい、うん、韓国の皆さん。バイバイやばい、何この動画路地裏にある作戦ですね。路地にやっぱここの通りはみんな食べてるもんね。でも食べ歩きはないのかな、お店だけ。お店なさそう。もうあった、クアペギー、パンダ、揚げパン、揚げパンいいじゃん。知らないでしょこれみんな。カベギ、カベギ、もち、あ、もち米のやつだ。これ食べたいと思ってた、ドラマで。え、見た、結婚作詞離婚作曲っていうドラマで、これに、これ食べてた。これか、やっぱ流行ってんだ。流行ってんだやっぱ。これは食べよう、食べよう。何味にします？じゃあやっぱ王道と、じゃあ生クリーム、センクリームクレイッチュです。楽しみ。これを韓国ドラマって見てたら食べたくないじゃないですか、ラーメンとかも。これもかなり出てきて、あ、そのドラマでかなりは言い過ぎた、2回くらいで、はい、もうこれ揚げパンが食べたくて食べたくて、そう思ってたんだ。うん、揚げパンだわ。韓国風揚げパン。思ったんだけど、はい、さっきの何だっけ、揚げおでん、といい、私みんなが知らないメニューっていうより、はい、みんな知ってるけどみんなが食べないメニューを食べてるんじゃないかって思っちゃった。いや、韓国で今だいぶ夢中そんなことないですか。そんなことないです。これ今まだバレてない。しかもできたことしたから、カフェ入っちゃってるし頑張ってテラスにしたけど。いやでもこう、ちょっとこうすれば食べ歩き感あります。カクテル風に見えるからこれは普通に揚げパン、おいしい。日本と違うのは米粉じゃないってことですよね。だからちょっともちっとしてるのかも、小麦と違って。あれ、うん、もちもちかも。あアルコールの味がする。アルコール、こっちがいい。あ、ノーマルが、シンプルが一番美味しい。うん、ほらやっぱこれがテレビだったらさ、うん、なんか気使うかもしれないけど、はい、ね、これはこれで美味しい、うん、じゃあ星いくつですか。1。おお、1出ました。経験としてね、はい、でもこれは本当に食べたかった、ドラマでね。なんだ？なんだこれ？小田原？急な小田原の。小田原。急な小田原。コリアンタウンに。これみんな知らないんじゃない？これは知らないっていうか注目してないですからねこれ。みんな知らないから買うこれ。いや。こっちを飲んの？レインボーホットドッグ。あ、でもさ、はい、ほらスイートポテトのチーズボールってみんな
大体みんな普通のチーズボールなんじゃない？そんなことないですか？これにしますか。じゃーん、いただきます。うん、チキンのあのハニーチキン、ハニーバターチキンの粉がかかってる上に。もくもく、美味しいっすか？うん。絵的には座ってるってバレてない？大丈夫。食べ歩きになってます。なってます。みんな立ってると多分思う。こうしとこうかな。あ、そうすればいけるいける。なんかジャルジャルさんのコントみたいじゃないですか。食べ歩きな。やってほしい、ジャルジャルさんに。なんか寝ながら面接みたいになったじゃないですか、コント。食べ歩き風、全部座ってるけどみたいな。やってほしい。全部座ってるのに食べ歩いてる風のやつ。やつ。弟が、はい、ジャルジャルさんのなんかファンクラブみたいなやつ入ってたよ。あのオンラインサロン。オンラインサロン。弟さんの方が先に出る可能性あると思うんですよね。どういうこと？あのオンラインサロン入ってる人エキストラになれるから。そうなの？そうだから、オンラインサロン入ればいいんですよ、カルさんとか。私も、うん、そうすれば出れるかもしれない。そこはさ、なんかその骨とか使ってよ。そこは。はい。1。おお、1。おおって何？いいね、さっきも1。はい。さっき 0.8 か。1。0.811 です。いいですね。はい、順調です。ちょっと次行きますか、じゃあ。はい。はい、やっぱチキン行っときますね。一回休憩。うんうん。チーズか。普通か。あ、なんかチーズ今のところ多いから普通でもいい。普通なんか、はい、ちょっと前までは結構ブームで食べてたんですけど、はい、最近自分の中でチキンはケンタッキーブームが来てて、ケンタッキー食べちゃってる。チキンっていうと一周回ってケンタッキー食べてる。そう、トッポギがいっぱい乗ってる。ラッキー、ラッキーじゃん。チキンだ。肉団子みたい。いただきます。懐かしい。懐かしい。懐かしい味がする。肉団子みたい。肉団子だった。え、肉団子。でも味がさ、はい、肉団子の味、日本でいう。でも食感も肉団子。え、肉団子ですよこれ。え、チキンのさ、に入ってるトッポギ好き。やっぱトッポギだわ。え、やっぱり。韓国といえば、新横丁。そして、食べた方がいいメニューはトッポギ。結局、おいしい。じゃあ終わり？終わり？終わり？分かった。もうじゃあ結果、うん、新大久保は、はい、食べ歩きじゃなくお店に入ろう。美味しいお店ほんといっぱいあって、新大久保。それを紹介したいな。次回は座って食べてみた。普通。普通。座って食べて。普通のことを YouTube のタイトルっぽく言う。新大久保で韓国料理を座って食べてみた。それではまた来週。それではこの動画が面白かったら高評価、チャンネル登録、コメントお願いします。 Twitter、Instagram もフォローしてね。